時代、戦乱の炎が国中を覆い、七つの勢力が国民を割拠、覇権争いが続いていた。難を恐れて町や村を捨て、国外へ逃げていった人々がいたということが考えられるのではないだろうか。弥生の人々は2000年前、すでに
終わり頃になると